はい、こんばんは、ケイです。こんばんはと言いながらですね、今、真昼間に撮ってます。今日はですね、カメラが届きました。で今これ使ってるのがですね、ソニーの RX100M3 ってやつなんですけれども、まあ、買ったのは数年前で、いいカメラではあるのはあるんですけれども、やっぱ外で撮るってなると、ちょっとですね、画角が狭いんですよね。で、一番その手ぶれが効くインテリジェントアクティブとかにしても、すごい画角が狭くなっちゃって、使いづらいっていうのがあったんですよね。で、あとやっぱりなんだかんだ目立つ。まあ1眼ほどではないですけれども、やっぱりね、カメラを持っていると、すごく目立つので、なんかこう、ちっちゃくてコンパクトで、外に出て撮れるのないかなって思って探したんですよね。そしたらいいのがありました。で、いろんな YouTuber がですね、去年の12月あたりに、レビューしてたやつです。で、瀬戸さんとか、内藤さん、あと、カズチャンネルのカズさんとかもですね、レビューしてました。でも、これは買うしかないっていうことで、今日届きました。ということで、はい、こちらです。はい、オズモポケットってやつですね。で、これ、すごくて、ジンバル付きで、4K が撮れる。で、めっちゃコンパクト。箱の時点でコンパクトなんですよね。これ iPhone8、ほらこんな感じですごいコンパクトなんですよね。早速開封してみたいと思います。僕が使ってるカッターはこれです。無印で買ったカッターです。じゃあちょっと開けてみたいと思います。これがオズモポケットを包んでいた貴重なビニールです。美味しい。これ邪魔だ。今開けました。中身をですね取り出してみたいと思います。もういきなり入ってる。これはさすがに食べられないですね。 Do not eat って感じです。これは何でしょう。こんな感じです。おーおーおお、なんかやっぱ可愛いね。インリビングさんが動きが可愛いって言うんですけど、確かになんかまだ動いてないのに可愛いと思っちゃって。はい。おーおーおーおお。なんかハングルなんだけど、なんで？日本語。コンパクトでいいですね、これ。これで 4K が撮れるんですよ。すごいですね。で、あと入ってたのがですね、ストラップ、マイクロ USB の Type-C のやつです。よくわかんない。楽しいですね。まあ多分なんか、使うんでしょうね。はい、じゃあ、ですね、外に出て、撮影してみたいと思います。近くの公園に来たので歩いてみたいと思います。どうでしょう、手ぶれの感覚はないんじゃないかと思います。すごく滑らかですね。今日はいい天気ですね。走ってみましょうか。手ぶれの感覚ありましたでしょうか。多分ないんじゃないかと思いますね。
はい、いかがだったでしょうか。家に戻ってきました。で、まあ、さっき確認したんですけれども、やっぱり手ぶれ感については、ほぼないに等しいですね。すごいですね。で、これが iPhone とか、あと、RX100M3 とかだと、ブレブレになるんじゃないかなっていうのを思いますね。今もこれ手に持って、撮影してるんですけれども、ほとんど多分ブレはないんじゃないかなっていうふうに思います。で、画角については、まあ、思ったほどではないですかね。で、やっぱり GoPro とかに比べると画角は狭くなるのかなっていうのは感じますね。で、まあ、そのことはですね、レビュー、他の人たちのレビューを見て、知ってたので、広角で撮れるですね、コンバージョンレンズを一緒に購入しましたので、多分明日か明後日かそれぐらいに届くと思うんですけれども、まあ、それが届いたらですね、また、それをはめてどんな感じになるのかっていうのをですね、撮影してみたいなというふうに思ってます。で、まあこれはですね、すごくコンパクトで、いい絵が撮れるので、ミニマリストの方とかにもおすすめですね。ちなみにこれ、撮影したやつはですね、全部、1080p で、60個まで、撮ってます。また今度、4K 動画、撮ってアップしたいなっていうふうに思います。もう僕にはですね、RX100M3 が必要ないかもしれないですね。これで家の中撮ってもいいかなって今思っているような状況です。はい、いい買い物したなというふうに思ってます。僕のレビューだとですね、まあ、城とか満載で、雑魚なので、瀬戸さんのレビューとか、あと、カズチャンネルのカズさんの素晴らしいレビューをですね、下に貼っておきますので、よかったら合わせて見てみてください。という感じでですね、今日は終わりたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。じゃあのー。